さて、コアニにやってきた。ボキータ君。ちょっと違うとこ。まあいいや。現金を積んだトラック。あ、そっちの方が近かったな。埋葬屋がただの腰抜けどもだったって話が広まって、みんな安心して眠れるようになったよ。向かってみよう。ストーリーの場所すぎちゃった。あ、移動してんのかあれ。違う？違う。あ、ごめんね。一般車両。ごめんね、一般車両。ここか。ここだ。もうヘリから降りろ。警戒されるぞ。うん。あ、情報屋とまずお話か。話すだけだったらすぐ行けそうだけどな。何もいねえ。情報屋さん。車列はどこですか。あれが情報屋だな。話を聞いてみよう。見っけ。上に行けねえ、上に行けねえ。何してん。準備完了。オーマンからお前のことを聞いた。報酬は2倍もらうぞ。あいつに言え。協力してくれるなら俺からも言おう。よし、状況はこうだ。エルボキータは大金をメキシコのボスに届けなきゃならない。で、奴は今晩大規模な輸送を行うことになってる。規模は？現金を積んだ装甲トラックが数台、武装車両6台、ヘリも何台か出すらしい。かなり本気だな。どこを通る？ああな、エルボキータは用心深い。奴と運転手しか知らないよ。正確な場所はわからないのか？じゃあボキータの居場所ならどうだ。奴はコアににいて輸送車の通過を見届けるはずだ。つければ金のありかまで。あ、気づかれずにボキータを見つける。またエルボキータを見つける。エルボキータ、金を確認するまで手を出すね。ヘリがあるじゃないか。オッケー、俺もヘリを呼ぼう。パックカタリに乗り物を頼む。いいヘリ。あ、いいヘリ。あ、いや、いや、いいヘリ。あの、機銃ついてるだけ。まずはボキータを見つける。もう入る。やばいやばい。ああ、ミサイル危ない。そろそろ行くかな。まず降りて偵察しよう。2人目のターゲットがいる。5人目だ。ここのどっかにいる。なるほど。家の中じゃないかな。ちょっとターゲットを排除。こいつはやっとこう。あれ、やばいやばいやばい、弾かれた。おっとどうした。ナイス。危ない。待って、ドローンで見つけて尾行ならもうヘリで尾行したい。そうだよね。あれか。ボンはいた。エルボキータを発見した。尾行する。了解。輸送車まで盗聴してるから尾行。奴が金や輸送ルートについて話し始めれば聞こえるわ。なるほど。あとはちょっとヘリで待機しよう。あ、移動し始めた。だね。待って、降りると同時に移動するとは。まさかね、ヘリ2台から尾行されてるだなんて思いもしないだろうな。ちょっとボキータの目の前がさ、反乱軍のトラックでさ、そう、すごい車間詰められてるけど。ヘリコプターは簡単ですが飛行機は苦手です。本当だ。輸送車、無視。今は無視。ヘリコプターはね、操作簡単になったけど、飛行機がね、いまだに難しいよな。飛行機ね。直進か。なんかな、暇だな。あ、待って、輸送車両のど真ん中で外れよう。
車列を発見した。あった。少なくとも大型車両3、ヘリ1。排除する？おっと。やらせ。それと同じくらい重要なのは。オッケー、お前はそっちに任せた。俺エルボキータやるわ。オッケー。了解。エルボキータが近い。よし、輸送車破壊。オッケー。エルボキータはこっちのもんだ。待て待て待て、そんなもったいない倒し方をするな。しょうがないな。確保して。ダメだ。やったぞ。んだよ。普通に倒した。ノマ、こちらノマド。現金輸送車破壊。エルボキータも始末した。やべ、痛い痛い痛い。素晴らしいわ。ビューティークイーンは完全におしまいね。逃げるにしても、スエーニョに許しを請うにしても、彼女は姿を見せる。そこを確保するわよ。映像が来た。ちょっと映像を見たい。映像を見てみよう。女王はしくじった。その損失額は170億ドル以上にも及ぶ。ニディアは危険を感じていた。さらなる時間を、責任を押し付ける相手を、生贄を必要としていた。本当にごめんね。あなたに贈り物よ。だがそれでは足りない。しくじったな女王。私はチャンスを与えた。彼女は愛してたからだ。だがボリビアでは愛があっても遠くへは行けない。ひえ。2人目のターゲットは OK。 よし、ボキータは OK。 これで勢力図がこうなった。あとはラモン・フェリスとラプラーガーはラクルスにいるんだよね。おう。うん。で、不明なプジョンがあと2人いるから、これがまだ多分行っていない地域のことだね。だよな。かっこいい車いただき。捕まってろ。ボキータのスポーツカー。ボキータの。さて、じゃあ新天地にまた行こう。クソ遠いな。車では行かないけど。生産ビーアベルデ、難易度4。ビーアベルデか。ちょうどなんかトラベル地点があるから、ビーアベルデブラボーに移動。オッケー。俺今さらマップのさ、拡大と縮小できんの知ったんだけど。嘘でしょ。今まで一倍率でさ、嘘でしょ、ちょっとどこだどこだって探しマジかよ。拡大縮小ができないマップなんてないでしょ。いやマジでさ、使いづらいなってずっと思ってたんで。今さらだな。ビューティークイーンの居場所は？ビューティークイーン、私たちの望み通りね。彼女と娘のバレリアを助け出してやれば、知ってることをみんな吐いてくれるはず。すぐに向かう。おっと、アウト。夫のボキータを始末してはいいけど、今度は妻のニディアを見つけて確保する必要があるかも。あのスエーニョがね、暗殺部隊を送ってるとのことだ。はあ。居場所はどこだ。どこだ。とりあえず情報集めてくる。ちょっと待って。ニディア・フロレス見つからない。これはラモン・フェリスとラプラガだし、あった、バルベチョスだ。バルベ、あ、これ前に行ったことがある。ニディア・フロレスの仕打ちっていうちょっとこじゃれた邸宅。ちょっとこれ先に行こう。バルベチョスアルファ、あ、こんなところか。これね、私たちがニディア・フロレスの事業に大きなダメージを与えたことで、エルスエーには彼女を切ることにした。フロレスと彼女の娘がシカリオに捕まる前に連れてきて。救出か。なるほど。ヘリがある。
こを守るのね。まだカルテ、あ、いるのか。あ、すでに。まず、ニディアを見つける前に、周りのカルテルやっとくか。やるか。ドローン飛行中。あの車には、はい、これ、岩場。あ、でも偵察は使っちゃおう。パンダ軍にエリアの偵察を要請。新たな敵を発見。敵を発見。大勢の中に紛れている。登れない。登って。そう。よし。よし。お。待って、もう敵の。もう来てんの。スレーニュの、はいはいはい、来てる来てる。行くぞ。早いよ。だってもうこれドンパチするしかないでしょ。ドンパチするしかない。でサプレッサーなんてつけてる場合じゃねえ。行って。やべえこれ。ガチだ敵。待って傭兵呼ぼう。早いとこ2人を回収です。これ崖の上から C4 投げて爆発させるのがめちゃくちゃ強いあ、いやでもこっちは全然ちょっとそこで死なれるとか。待ってドローンに回復をつけよう大丈夫、こっちも相手でも何車両6台ぐらい破壊して傭兵が来た。全然いない。起きなさい。これが来ていたのだろうな。くそ。待って、これニディアに迫ってる。ニディア、あ、矢印のとこに。おそらく。オッケー。どこだ？ここのどっかにいる。多分この辺だと思うけど。ちょっと車列が来てる。おー、来てる。ちょっと車列よろしく。いいんじゃない。オッケー。どこだニディア。あれ、ここどっか入り口なかったっけな。ニディアと娘を見つけた。いた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 。見つけた。オッケー。ヘリをさ、ある程度敵やったらヘリをこの上のところに。隠れてバレリア、来ちゃダメ。隠れてバレリア、ヘリコプターに乗って。ママ、いや。私を殺す気ならやってみなさい。けど娘にすごい車来てる。触れさせないわよ。降ろして降ろしてヘリを。私に危害は加えない。目的はスエーニョだ。協力するなら降りれな。嘘ね。そんなの。うわ怖い。お前に選択肢はない。自分だけで生き残れるのか。分かってるはずだ。奴はお前を殺すまで止まらない。娘早く乗って、オッケー、俺も乗りたい、俺も乗りたい。ああもういいや、先行って。話は後で。あ、オッケー。お前のヘリで行くぞ。ちょっと車で追っかけるわ。おう。助けて。逃げる。脱出。自分が生き急いでたことに気づいてただろう。今お前を殺そうとしてるのはスウェイヌ。そこに俺たちが助けに来た。娘いや娘にさ、ボスが嫌いかって聞いたんだよ。うん、まあ、うん、嫌いっつって。で、なんでだっつったら、頭がツルツルだからとか。別に、頭はツルツル関係ねえだろ。
後ろすぎだろ。髪の毛ふさふさだったら何好きだったの？多分そうなんだわ。ちょっと待って、追いつくまで待って、痛い。撃ってんじゃねえ、こちらあの大軍勢から逃げてきたという。ああ、ったな。インタラクト。何も話さない。いい、構わない。その代わり、少しお話を聞いて。昔々あるところに、ニディアというお姫様がいました。ある日、ニディア姫はエルスエーニョというとっても力のある王様に出会いました。彼女にとって彼は本当の父親のようで、大好きな王様を喜ばせるためならどんなことでもしました。スエーニョを失望させないよう、とうとうニディアは愛する男性までをも犠牲にしました。我が子の父親をスエーニョに愛してもらうためだけに。けれど足りませんでした。何も分かってない。そうでもない。私がサインをすれば、あなたはアメリカに引き渡されて二度とあの子に会うことはない。彼女は養護施設に入れられて、5年もすればあなたを忘れる。同じような人たちをたくさん見てきたわ。知ってるでしょ、そういう家庭で育つのがどれほど辛いことかを。バレリアに同じ経験をさせてもいいの？どっちを取る？バレリア？スエーニョ？エスビザをちょうだい。それから証人として保護して、あと完全免責もね。いい？スエーニョをくれるなら永遠の命をあげる。夫がかわいそう。捨てられた。捨てられた。まあ、殺したの俺だけど。ビューティークイーン。これで密輸が全部 OK。あ、映像来た。NTR。密輸のネットワークが崩壊した。コカインは入手できず、送金も不可能。残りのドラッグはセロハンに包まれたまま放置され、無価値なゴミへと変わっていく。部下はどうすれば金がもらえるのかと頭を抱えていた。何年も費やして築き上げてきたルートだった。その構築のために何十億ドルもつぎ込んだ。それを全て失った。そしてビューティークイーンもニディアには全てを与えた。だが彼女はふぬけのように逃げた。潔く死ねばよかったものを。これから死ぬまでアメリカ人に使われることだろう。子供の父親を殺したことも無駄になった。驚きだ。幹部が数人いなくなるだけでシステムは崩壊する。すんげえ落ち込んでるじゃん、スエーニョ。 ISA がサンタブランカのウェブサイトであなた宛てのメッセージを見つけた。メッセージ？スエーニョを困らせている4人のアメリカ人なんて他にいないわ。話したいそうよ。仲良く歌でも歌って和解してくれると思ってるみたい。会合は罠だろうが、スエーニョをおびき出すチャンスかもしれない。まあね、こっちが殺されるチャンスでもあるけど、確実に銃撃戦になるわよ。情報をくれ。向こうがやる気なら俺たちもそうするまで。分かってないみたいね。やめた方がいい。分かった上で言ってるんだ、ボーマン。いや、まだストーリー方向あるから。情報を送ってくれればこっちで判断する。やった方がいいんじゃね。好きにして。ボーマンアウト。どれどれ。モンテプンク。うん、あれ今チェックしたな。どれ。あ、待って、これ俺が消化してないだけで。きっとそうだわ。で、あ、これか。まだ他のとこあった。本当だ、ミッションリプレイになってるもんこっち。いやだけど、あの勢力図は多分。うん、オッケーでしょう。大丈夫。
密輸勢力図 OK で、で末尿関わりのミッションが増えたけど、あー多分これをやるとねエンディングが迎えられるんだと思う。それやる、なるほど。だからプロパガンダと護衛のボスにあたる、まあ、ラモン・フェリスとラプラガがラクルスに集中してるわけだから、ラクルス行っちゃうか。オッケー。カイマネス栄光行こう。カイマネス栄光